正治選手と出汐選手です。どうぞこちらステージまでお越しください。 This is our war. Street Fighter 4. はい、では両者に大きな拍手をお願いします。ではスタンバイをお願いします。はい、Gブロックということで、はい、コジケイおじいさんとダシオさんですね。これはですね、はい、とんでもない試合なんですよ。とんでもない東西が誇る、はい、暴れん坊2人なんですよ。おっとかなり暴れん坊なんですよ、2人とも。暴れん坊と暴れん坊の戦いに、はい、そしてこの2人の直接対決ってのはあまり見られていないと思うんですよね。やんちゃな2人とかコメントですけど、ね、もう爆弾2つみたいな感じで、もうちょっと何が起きてもっていうところですね。どうなるか分からないっていう、はい、はい、それではそのバトル始めてまいりましょう、はい、G ブロックファイナルラウンド、はい、ファイト、はい、ウルトラになってこの2人が戦うところはほとんど見られていないのではないか。ラッキーさんことダシオセス対するはコージ KOG ホーク。さあデンジャラスな2人がこのブロックの勝者 G ブロック代表をかけて相対する。さあ開幕何をする両者、いきなり飛んでいった。さあダイブ、そして投げるのはコージ。さあ落ちてみな、通っている。そこからスパイヤースパイヤースパイヤー地獄、多少は逃げ切れない。さあここでこの距離昇竜で一発切って、しかしすげさまトマホークバスター。躊躇ないですね、躊躇がないですね。会場から多少さんなんかアピールしてましたかね。さあスパイヤーに対して中足飛脚です。さあ今度のタイプを昇竜で迎え撃とうとしていた打掌説。さあここも昇竜距離があった。さあ回されて2つ目セスが溶けていく、ワープして逃げるが、さあスパイアが追ってくる、空対空上は逃がさない。そして台風3発目、一瞬にしてセスを溶かしたコージホーク。笑顔が笑顔ですね。満足そうですね。気持ちいいでしょうね今ね。逃げたくなったところを空対空でバチンと落とした。多分あそこがねすごい気持ちよかった。ダメみたいな。そうですね。ただこれで終わらないのが。出し寄せさというところで、はい、読み方ないといけない回数が多いので、そうですね、いろいろやっていかないといけないと思います、ね。まあ、セス側としては手数をうまく使って、はい、こう一気に相手を翻弄していきたいんですが、その前にもこの割り切ったコージホークの動きがあるというところで刻んで、さあスクリュー、出し寄せすといえばこのクリューの大胆さ。さあ下段からこじ開けてゲージを使ってコンボを伸ばしていく。次はさあスパイヤ読んでいたが、投げているのは攻守の方、涼しい攻め、うわワープ読みのイエクスパイヤ仕込んである。おお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 おさあ消えて、どっちかまだわからない表でした。さあラウンドを取り返してやはり打掌せず、ただでは終わらない。さあコントロールタイプをガードしての百裂押し置き自分を見せる当時はすごいジャンプ全権しに来てますね。そうですね。さあスパイヤはもう移動にも使うしゲージためにもなるということで打っていきたい技、セービング、スパイヤで潰す。どうする、前捨て、プレッシャーかけてると思ったら投げられてた的な、表にいる。さあスクリュー、だが垂直からの台風台いただきました。そしていつ、このスパイヤ着地で台風、ずうずうしい。そして大胆な選択肢を見せるコージホーク。
さあ前下から投げ、さあスパイアガードする。さあここはモンスターが出ていた。スクリューはバイバイ。さあ画面端はすぐ逃げたい、逃げれたがダイブが追ってくる。追い詰められてる。ダッシュを、大台風まっすぐ来た。これは気持ちいいやつ。勝ったのはコージケオジ、おめでとうございます。おめでとうございます。見事暴れ勝ちしたところでしょうか。まあ今日あった試合の中で一番いい試合ができたと思います。今のが一番でしたね。これ以上の試合は多分無理でしょう。なるほど、やりきった一番いいバトルを見せたと。自信があります。なるほど、ありがとうございます。じゃあもうそのバトル同じぐらい熱いものを決勝大会でも見せていただけますか。はい、もちろん決勝でも似た感じに勝てればいいなと思います。似た感じに。はい、はい、ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。